どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA がですね、航空輸送事業計画を一部変更っていうのをですね、昨日ね発表しましたので、こちらの話とですね、2021年7月28日にですね、 ANA はピーチ航空とのコードシェアをですね開始するっていうのを発表しておりますよね。でその運航開始がですね8月27日よりね開始になるということですので、こちらについてですね話ねしていきたいなと思います。ということで8月27日よりですね、 ANA とピーチ航空のねコードシェアがね開始になるということで、今日がね8月の25日ということで、あと数日後からですねこの ANA とピーチのねコードシェアが開始になるんですよね。で8月2日からですねこの販売自体はねもう開始になっておりますので、もうすでにね購入自体はねできる感じになっているわけなんですけども、2021年8月24日にですね ANA は航空輸送事業計画の一部変更をね発表したんですよね。でこちらがね、変更内容っていった形になっておりまして、上の段がね増便、下の欄がね減便っていった形になっておりまして、まあこちらね、もう書いてある通りなんですけども、注目していただきたいのはですね、こちらの備考欄に書いてある米印2って書いてあるところですね。でこの米印2っていうのは何なのかっていう話なんですけども、下の方にですね書いてあると思うんですけども、当該路線では上記 ANA 便の他にピーチによる就航増便をね予定しておりますっていう風に記載がされているんですよね。でですね、この米印2番の便を、注目するとですね、中部札幌、中部沖縄、あとね福岡沖縄、福岡石垣っていった形になっておりますよね。でこの中のですね、この福岡石垣の便をね見ていただきたいんですけども、こちらね現行はですね1日1往復っていうのがね今福岡石垣では記載がねされていると思うんですけども、こちら変更をね斜線されておりますよね。ですのでこちらはですね今後ANA ではなくてですね、福岡石垣路線に関してはピーチ航空のみっていった形になるんですよね。ですのでこちら福岡メインでね空港を利用されている方は、まあ、選択肢としてですねもうピーチ航空をね選択するしかないっていった形になるんですよね。まあこういった感じでですね今回ね発表されましたので、まあ正直ね恐れていただくことがですね行われてきているっていう風になりますんで、まあ今ですね航空業界はね赤字という風になりますんで、まあ仕方ない部分がねあるかなっていう風に思いますし、まあ赤字でもね運航してくれているっていうのもありますんで、しょうがないね部分であるのかなっていう風に思うんですけども、他の路線でもですねかなり導入されていくのではないのかなっていう風に思っておりますので、まあこの点はですね覚えておいていただきたいなっていう風に思うんですよね。またですね、すでにね、ピーチとこの ANA のコードシェアが組まれている路線ではね、もう販売がね、されているっていう風になりまして、ちょっとね、今回一例を見ていただきたいなっていう風に思うんですけども、こちら ANA でね、検索した時の名古屋から沖縄ですね、中部から那覇ですね、こちら ANA の423便、APJ 運行って書いてありますよね。で8時半発の10時50分着ということで、こちら APJ 運行って書いてあるこちらがですねピーチ航空とのコードシェア便になるっていった形になるんですよね。こちらねコードシェアの場合は ANA の場合こういった感じでね記載がされているわけなんですけども、まあちょっとね分かりづらいですよね。まあ分かりづらいっていうのは、まあ ANA の場合はねコードシェアだったらこんな感じなんで、まあこれが普通じゃないのかっていう方もね、まあいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うわけなんですけども、まあこのピーチ航空っていうのはですね LCC なんですよね。ですのでサービスがね全体的に違うっていうふうになりますんで、ちょっとね私の方で ANA とピーチのですねサービスの違いっていうのはですねまとめさせていただいたんですけども、こんな感じになるんですよね。こちらね今後ね ANA の予約サイトね利用されていく方だったら確実にねチェックしといていただきたいなっていうふうに思うんですけども、まずですねオンラインチェックインスキップサービスに関しては ANA でね ANA のサイトでピーチを取った場合でもですねこちら利用することができないんですよね。オンラインチェックインもスキップサービスも利用できないっていうふうになりますんで、自動チェックインカウンターっていうのを使わなきゃいけないんですよね。 ANA のねカウンターでは利用することができないっていった形になっておりますんで、この点をね注意していただきたいなっていうふうに思うんですよね。
て、出発手続きに関してなんですけども、こちらもですね、先ほど言った通りピーチ航空の自動チェックインカウンターで行うんですよね。しかもチェックインがね、できるのが出発時刻の90分前から30分前までっていう風になっておりまして、ここね、大きな違いがあるんですよね。 ANA の飛行機をね、普通に乗る場合ですね、当日窓口が空いていればですね、何時でもねチェックインできますよね。まあもちろんスキップサービス等々をね利用していれば、まあ窓口が空いてなくても利用することができるわけなんですけども、基本的に当日であればね、制限エリアって入れるじゃないですか。ですんで制限エリアに入ってね、ラウンジ利用できるステータス持っている方であれば、まあラウンジでねのんびりしてから飛行機乗るみたいな、まあそういった感じでね利用されている方もね多いかなっていうふうに思うわけなんですけども、こちらねできないんですよね。まあできないって言うとあれなんですけども、出発時刻の90分前からじゃないとですね、この制限エリアにね入ることができないっていった形になるんですよね。ここね特にね注意していただきたいなっていうふうに思うんですよね。 ANA でね普通に利用している場合はここら辺ね気にされない方も結構多いかなっていうふうに思いますので、まあ自動チェックインカウンターでね弾かれてしまうっていうね話ですので、この点は本当に覚えておいてください。まあその他にもですね、搭乗口出発時刻が ANA の場合はね10分前までに来てくださいっていう話なんですけども、ピーチ航空の場合は20分前まで、これは何でなのかちょっと分かんないですけども、こういう記載がねあります。で、手荷物に関してなんですけども、ここもですね ANA とピーチね微妙に違っておりまして、まあ重さがですね、機内手荷物の場合ですね10キロと7キロということで、まあこちらね、まあチェックしてるのかどうかっていうのは話あるんですけども、こういった記載があります。で、預け手荷物に関してなんですけども、ここもね注意が必要で、 ANA の場合はですね個数制限っていうのはないんですよね。重さ等々がね決まってる以内であればですね、個数制限っていうのは ANA の場合はないんですけども、こちらピーチ航空の場合はですね1個しか利用することができない。まあこちらね2個以上も利用することができるんですけども、有料になってしまうんですよね。また座席なんですけども、ピーチ航空はね LCC っていう風になりますんで、まあ ANA に比べたらね狭めになるっていった形になります。またですね ANA にはドリンクサービスっていうのがありますよね。まあこちらも楽しみにされてる方ね結構いらっしゃるかなっていう風に思うんですけども、ピーチ航空の場合はですねドリンクサービスもないっていった形になります。でですね、ピーチ航空の便をですね ANA のサイトから予約した場合ですね、 ANA のステータス保有されている方に関しては ANA ラウンジおよび保安検査場っていうのは利用することができます。で、こちらはね利用することができるんですけども、先ほども言った通りですね、手荷物の優遇とかねそういった類では利用することができないので、手荷物を受け取る時もですね ANA の場合でね ANA のステータス保有していると早めにね荷物出してくれたりしますけども、そちらもね利用することができないっていった形になります。こういった感じで ANA のねサイトからピーチ航空をね予約した場合であってもですね、かなりねサービス異なるっていった形になりますんで、今後ね ANA のサイトでこの APJ 運航って記載がねされているものはピーチ航空のねこの規約で利用するっていった形になりますんで、まあ、今後ねちょこちょこ変わっていくかなっていうふうに思うわけなんですけども、2021年8月現在はですねこういった感じになりますので、この点をね本当に注意しておいていただきたいなっていうふうに思います。またね価格についてもねちょっと注意しておいていただきたいんですけども、まあ、先ほどね見ていただいたこちらですね、8月の27日の名古屋から那覇ですね、8時半発10時50分着でピーチのねコードシェア便、こちら 38,560円って言った形になりますよね。まあこちらね同じ便はですねピーチ航空からね予約すると、こちらね税金込みでもバリューピーチっていうね、大人気の基本パッケージプランで、合計8,150円っていう風になりますんで、こちら ANA から予約したら38,000円かかりますけども、ピーチから予約すると8,150円で済んでしまうっていう風になりますんで、 ANA のね予約サイトから予約すればですね、ラウンジとかね優先保安検査場とかね利用することはもちろんねできるわけなんですけども、それがね利用できたとしてもこの価格差っていうのはですねかなりね大きいっていう風になりますんで、ここまで払ってね、わざわざ乗る飛行機はピーチなのにこの価格差ね支払うっていう方はねいらっしゃらないかなっていう風に思いますので、この APJ 運航はねついている便に関してはですね本当にね価格も含めてですね注意ねしていただきたいなっていう風に思います。
ということで今回ですね、 ANA がですね航空輸送事業計画を一部変更っていうのでですね、そろそろね ANA とピーチのねコードシェア便が開始になるということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、いや本当にですね路線によってはねどんどん ANA よりねピーチが多くなるっていうこともねあるかなっていうふうに思いますので、まあ会社存続っていうこともねありますので、まあ仕方ない部分もねあるかなっていうふうに思います。ですんでまあとにかくね頑張ってほしいですね。またですね ANA をね予約する際はですね本当にこの APJ 運航っていう文字はね本当に気をつけてください。これねあの ANA の飛行機だと思って予約したら飛行機乗るのはピーチだったっていうふうになるとねかなり残念な気持ちになると思いますので、本当にね注意して利用していただければなと思います。またですねちょっとね話変わってしまうんですけども、ちょっと前ですね私がステータスマッチを行ったスターラックス航空って皆さん覚えておりますかね。まあ今ねちょっと背景ボケてしっかり見えないかもしれないですけど、あのソファーの上にね載っているステータスカードとかがまさにこのスターラックス航空のあのステータスカードとタグだったりするんですけども、こちらの航空会社ですね、台湾の航空会社なんですけども、こちらね今現在はアライアンスに加盟してないんですよね。このスターラックス航空っていうのは最近ですね JAL と同じのワンワールドにですね加盟するかもしれないっていうのがですねネットニュースになるぐらいね噂になってるんですよね。こちらはですねスターラックス航空の CCO がですね海外市に向けて、まあ、明らかにしたっていった形になっておりまして、まあ、一定のね成長を遂げた後には必ずアライアンスに加盟してより便利なサービスを提供したいってね話しているそうなんですよね、まあ、こちらねネットニュースになっておりまして、私も見てねびっくりしたんですけども、まあ、私ねあのスターアライアンスのステータスしか持っておりませんので、まあ、今回ねもしこのスターラックス航空がねワンワールドに加盟すればですね、私もねこのワンワールドのステータス保有者っていった形になりますんで、かなり嬉しいですよね。まあそういう方もね私の動画見ている方でねいらっしゃるかなっていうふうに思いますので、これはねかなり嬉しいニュースですよね。まあこの台湾っていうのはですねチャイナエアラインとエバオ航空っていうのがねあるわけなんですけども、チャイナエアラインはスカイチームに所属していて、エバオ航空がスターアライアンスに加盟しているので、まあ残るねアライアンスに加盟するってなると、まあワンワールドしかないのかなっていうふうに言われておりますので、こちらの動向もですねちょっとね今後かなり注目していきたいなっていうふうに思ってるんですよね。ですのでもしね気になる方はですねぜひねチャンネル登録しといていただきたいなと思います。またね新しい情報等が出ましたらですね私の動画のチャンネルでね話していきたいなっていうふうに思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。